はい、ということであれからカートゥーゴーを30分ぐらい走らせて、高速でですね、高速乗って30分ぐらい走って着いたのがここ。じゃーん、見えますか、マイクロソフト。さっき言ったアマゾンもそうですけど、なんとシアトルはマイクロソフトの本社もある街なんですね。なんかバンクーバーは小さい会社ばっかりなんだけど、シアトルはそれの逆を言ってるのか、大きい会社ばっかり、アマゾン、ボーイング、マイクロソフトとか、そんな感じの会社がすごい多くて、一回来てみたかったマイクロソフト来ちゃいました。まあ本社見学みたいなのは多分予約をちゃんと事前にしていかないといけないんだけど、多分なんかビジターセンターみたいなのがあるらしくて、そこにちょっと寄ってみたいと思います。なんかここら辺のはずなんだけど、どっから入るんだろう、わかんないな。まあそもそも何があるかもよく分かってないんだけど、でもなんかこの街の雰囲気としてはすごいあの UBC に似てる気がするな。もうなんかここら辺周辺がもう一つの街になってて、多分社員が住むところとかご飯を食べるところとか、もう駐車場とか自分の車を止めとく駐車場とかも、なんか全部ひっくるめてなんか一つのこう都市として成り立ってる、こう大学、僕が行った UBC みたいな雰囲気を感じますね。でなんかあれですね、みんななんかこう大学生みたい、年齢層もなんか若い感じがするし、おじさんもいるのかもしれないけど、もうわかんないから聞いたよ。聞いたらなんで、これもう全然よくわかんない。とりあえずここに入るんだって。もう入ってアップステアに行って受付しろって、なるほど、こうなってんのね。なんか週末に向けてイベントをやってる準備なのかな、これ。クローズド。なんだ、なんでもかんでもクローズドなんだ。なるほど、なんかプライベートイベントがやっててクローズなんだ。何も買えないじゃん、そしたら。ここがビジターセンターなんだって。でもなんかイベントをやってるというか、イベントをやってるんだね、これからやるんだわ、これ。それでクローズドだって。来た意味な、なんだ、来た意味ないじゃん、これは残念だったな。こんなんらしいよ、ここら辺は。すごいね、一つの都市だね。だってここなんてなんかほんと大学みたいになんかグラウンドみたいのついてる。へー。でこのフリーウェイを挟んでこっち側もいろんなのがあるんだ、これ。できっとここから外れたこういう普通の住宅街みたいなの全部多分社員が住んでるんでしょ、きっと。すごいよね、もう一つの巨大都市だね、本当に。はあ、すごいね。こんなんなってると。結局空港まで車で来ちゃった。空港にカートゥーゴーのパークがあったんで、そのまま空港に停めちゃいました。
さてとどこから行けるのかな。はい、これ今バスに乗ってるんですけど、このバス今の駐車場から無料のシャトルバスで空港の中まで連れてってくれるっていうのをたまたま目の前に止まってそれに乗ることができたというラッキーでした。何も知らなければちょっと歩いていけるのかななんて思ってたんですけど、実際バスに乗って気づいた、全然これは歩いていける距離ではない。日本でもあれですよね、空港の周りに隣接してるこう駐車場とかがあって、そこからこうシャトルバス、無料のシャトルバスに乗って、空港まで連れてってもらうとかってありますよね。それと全く同じ要領みたいです。で、なぜ空港に来たかと言われれば、この後今行くのがシアトルのタコマ空港っていうとこなんですけど、シアトルのタコマ空港から僕ヒューストンにこれから飛びます。なぜヒューストンに行くかと言われれば、そこには NASA があるからです。僕は今回の US トリップで NASA に行くっていうのが非常に大きな目標の一つになってるので、これからヒューストンに飛んで NASA を見に行くと。で、今回カート GO で借りたのは、あのカート GO のラインナップだとよくあるあのベンツのセダンのタイプなんですけど、それについての紹介も実は撮影してるんで、そのうちアップロードしたいと思います。なんか無料のバスに乗っけてもらった、ラッキー。この距離バスじゃなかったら大変なことになるところだった。全然距離感が分かってなかった。よかった、駐車場からバス出てて、ラッキーラッキー。さっきのおじちゃんめちゃめちゃなんかザ・アメリカンみたいな、なんか洋物ドラマを見てるような気持ちだったね。あの仕草ちょっと真似したいね。さて空港に着いたけど、どこに向かったらいい。さっきの黒人のおじちゃんがこのエスカレーターに乗っていけって言われたけど、ああ書いてあるわ、アラスカ。完璧だね。へえ、航空会社によっても場所が決まってるんだ、すごいね。さてさて、どこに向かっていけばいいのかな。もう結構混んでんだ。こうやっていろんな駐車場に連れてってくれるんだね。なんか日本と似てる。なんとか荷物も預けたし、チケットも出せたし、まだちょっとっていうかだいぶ時間早いけど、もう行っちゃっていいのかな。なんかもうよくわかんないな。よくわかんないからもう行っちゃおう。Thank you。 まさかのコンタクトレンズの液が引っかかった。やっぱりアメリカは厳しいんだな。なんか全身スキャンみたいなのされたし、すげえな。さて無事パスできたし、どこに行ったものか。ゲートを通ってから電車が走ってるんだ、すごいよ。こんなカウントダウンで3分おきぐらいに来るのかな、すごいね。いや
まさか保安のゲートをくぐってから地下鉄が待ってるとは思わなかったです。この地下鉄に乗って搭乗口のすぐ近くまで連れてってもらえるんですよ。日本だったら歩くエスカレーターめっちゃ乗ったりとか、もうほんのそのままめっちゃ歩ったりとか、時にはバスに乗せられたりとかするじゃないですか。北米の空港ってこんな地下鉄とか使ってもすぐ搭乗口の近くまで連れてってもらえるんで、この間僕なんかいろいろ歩ったように思われるかもしれないですけど、ほとんど歩ってないんですよ。北米の空港ってそういうところはすごいよくできてるなと思って、さすが飛行機文化だなと思ってちょっと感心してるところです。ここが N らしい。 N の19だからここから出るんだ。I have that one. I already booked right here. Have you? Yep. Hi. Okay. Here? Yeah. This was gonna be your. Can I get the picture one? Chicken pot? Yeah, and what is that? Here. So here's your number. Would you like to receive? Yes, please.And just wait right here and I'll give you the taxi, okay? Oh, awesome. We'll call out the number and we'll take it to you, okay? Thank you. フーとベトナムのティーだって。お店はこんなところ。いや、実は僕日本でこんなものを作ってきてて、プライオリティパスってなんか楽天カードについてきたんですけど、これを持ってるとこういう空港の飲食店とかラウンジに無料で入れたりするんですよ。これも本当は見て22ドルするところが、これがあるせいでただ。すごくないですかこれ、便利。パクチー抜きっていうの忘れてた。あー、パクチー入ってる。フーってどう食べるのが正解なんだろうな。このまんま食べるとちょっと味気ないんだよね。なんか前にも一回バンクーバーで食べてるんですけど、どう食べるのが正しいかちょっとよくわかんないね。このソースみたいなのをかけるっていうこともできるんだけど、これを入れてもね、あんまりね、美味しくならないんだよな。難しい。